はようございます、上村です。昨日もお話ししたんですけれども、私ここに顎にですね、日本線猫のひげみたいに入ってしまいました。やけどです。どうやってやけどしたかよく覚えてないんですけど、多分ストレートアイロンよく使うので、ブチってこう挟み込んでしまったんだと思うんですけれども、皆さんも最近は、ご自宅で朝、コテを使ったりストレートアイロンを使う方が増えていると思います。特にコテの方が、プレートがこうしっかり出ている状態、ストレートアイロンだと内側のプレート、外側は直接熱が加わるところではないので、やけどしにくいんですけれども、まあ私のようにちょっとこんな感じでやけどすることもあるので、今日の動画の内容は、いざヘアアイロンでセットしてたらやけどをしてしまった時の対処法についてお話ししたいと思います。これは私独自で調べた内容ではありますので、例えば水ぶくれになっていたり、かなり、ヒリヒリして重度のやけどの場合はすぐにお医者さんへ行ってください。あの水ぶくれにならないぐらいの跡がこうついてるぐらいであれば、自然治癒で、時間をかけてですが治りますので、いざやけどをしてしまった時にどうしたらいいのっていう話をしたいと思います。まず最初に、私も間違ってたんですけども、氷でいきなり冷やしたりとかするのは傷口をもしかしたらこう深くしてしまって跡が残りやすいかもしれないんですね。で、お水で流水で、調べたら30分って書いてありました。顔の時はどうしたらいいんだって私思ったんですけど、でも何でしょうね、ハンカチを水で濡らして、それを当てておくぐらいでいいみたいです。で、やっぱりこまめに、流水、お水で流してまた当ててっていうのを繰り返す。あの氷よりもお水12度って書いてありました。まあ常温のお水ぐらいですね、氷ではなくてお水です。絶対に覚えておいてください。ただこれも、水ぶくれの場合はまた対処法が違ってきますので気をつけてください。で、冷やした後なんですけれども、冷やした後は、乾燥してしまったり、あと汗腺が、ちょっと重要ポイントなので菌が入らないようにワセリンだったり、まあ、やけど専用の軟膏クリームとかですねを塗るのが最適だと思います。で、どうしても、それで 2,3 日様子を見ても、良くならない場合、より悪化している場合であればすぐにお医者さんへ行ってください。で、これは私独自の考えなんですけれども、私本当に小学校の頃からヘアアイロン愛用者なんですね。コテもずっと使ってきましたし、本当にかなり長い年月毎朝お世話になってるんですけれども、やけどするところっていつも一緒な気がしませんか？特に、髪ミディアムヘアとかだとこういう首元、首のところですね。あとこうボブとかだとワンカールでこの頬の部分だったり、あと前髪、前髪一番多いんじゃないかなと思います。前髪巻くときにおでこにやけどを負う、なんかこの3種類ぐらいが一番やけどが多くて、多分毎回同じところなんですよね。多分私もいつもここなんですよ、ほっぺたのここ。絶対多分いつも入れる角度とか、髪の長さとなんかこう好みとか多分あると思うんですけども、で同じところを毎回やけどしているとやっぱり、色素沈着、もう色が濃くなってしまって、傷口が、ずっと残る、傷跡がずっと残るみたいなので、気をつけてください。あともう一つ、傷が残るっていうので、調べたところ、紫外線にはやっぱ当てない方がいいらしいですね。完全に治るまではやけどの部分を、紫外線に当てていると、メラニンが増殖してそこが色素沈着で暗くなってしまい黒くなりやすいので、できれば、順番としては水で冷やす、流水で冷やす、ワセリン軟膏を塗る、でガーゼを、当てる、で防水のシールを貼るっていうのが一番ベスト
らしいので、もし火傷してしまった方、火傷そうですねしたことした時に思い出してもらえると嬉しいかなと思います。では今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。